ベンダー家は1871年から1873年までアメリカ合衆国カンザス州ラベット郡に住み犯罪を実行した連続殺人犯の一家である。一家はジョン・ベンダー、妻エルビラ、ベンダー、息子ジョン・ジュニア、娘、ケイトからなる。ジョン・ジュニアとケイトは兄弟であるという俗説も存在する一方で当時の新聞は ベンダー家の近隣の人々が二人は結婚していることによると事実婚であるかもしれないと述べたと報じた。ベンダー家は犯罪が露見して消息を絶つまでの間に少なくとも12人を殺害したと考えられている。ベンダー家の人々を取り巻く多くの伝承と伝説のために事実と虚構を区別することは困難である。南北戦争に続いてアメリカ政府はお政治インディアンを カンザス州、ラベット郡から、結局は、オクラホマ州になるところにある、新たなインディアン巡州に、移動させた。新たな空間地は、その時、ホームステッド法による、自衛農地に使用可能になった。1870年10月に、心霊主義者のご家族が、ラベット郡西部のおージのタウンシップ内と周辺に、腰を落ち着けたが、ここは、 チェリーベールが7ヶ月後に設立されることになる場所の北東約7ミであった。それら家族の中の一つが、ジョン・ベンダーシニアとその息子、ジョン・ベンダー・ジュニアであって、彼らは、グレートを政治トレールに隣接する土地160エーカーを登記したが、グレートを政治トレールが当時、さらに西に進む唯一の行動であった。小屋、家畜のための囲いのついた名や、そして、 井戸が1871年の秋に作られた後、ジョンシニアの妻エルビラと彼らの娘であるケイトが、この地に到着すると、小屋の中をキャンバス生地のホロ布で分けて、二つの部屋にした。一家は、後部の小さい方の部屋を居住部として利用し、全部の部屋を数少ない衣類を販売する、ヨロズ屋として用いた。正面部には、キッチンとダイニングテーブルがあり、そこで旅行者は、 食事のために立ち寄ることができ、夜を過ごすこともできた。また、エルビラとケイトは、小屋の北で野菜とリンゴを栽培していた。ジョンベンダーシニアは、60歳前後で、ほとんど英語を話さなかった。彼が口を聞いたとしても、あまりにも声がしわがれていたため、相手は、大抵彼の言うことを聞き取れなかった。1873年5月23日付のザ・エンポリアニュースによれば、 彼は、ウィリアム・ベンダーという名前と同一であるとされた。ジョン・シニアの妻である、エルビラ・ベンダーは55歳で、彼女もまたほとんど英語を話さなかったとされていた。あまりに、不愛想なので、隣人からは、悪魔女と呼ばれていた。ジョン・ベンダー・ジュニアは25歳前後で、赤葛色の髪と口ひげで、顔立ちがよく、ドイツ語なまりはあったものの流暢な英語を話した。その一方で、 理由なく笑いがちだったことから多くの人から薄馬鹿だと思われていた。ケイト・ベンダーは23歳前後で教養があり魅力的で鉛がほとんどない英語を話した。超自然的な力と病気を治す能力を持っていると自称する彼女はその能力を宣伝するチラシを配った。また彼女は高齢会の開催やスピリチュアリズムに関する講演を行い、 そのために自由恋愛主義を主張して悪評を受けた。イトの人気はベンダー家の宿屋の大きな魅力となった。ベンダー家のうちジョンシニアとエルバイラは人付き合いを避けたが、二人の子供たちは近くのハーモニーグローブの日曜学校に定期的に通った。ベンダー家の人々はドイツ系の移民であると広く考えられた一方、ベンダー家の男たちだけは海外で生まれ、 実際は一つの家族ではなかった。しかしながら彼らの関係、あるいは彼らの出生地の書面があるいは決定的な証拠は見つかっていない。ジョンシニアはドイツあるいはオランダの出身であり、ジョン・フリッキンがもうけたと一部の人によって考えられている。当時の複数の新聞によれば、エルビラはアディロンダック産地でアルミラヒルマークとして生まれた。彼女は サイモン・マークと結婚し、彼との間に12人の子を設けたと主張した。後に彼女はウィリアム・スティーブン・グリフィスと結婚した。エルビラは数人の夫を殺害したのではないかと疑われたが、これら噂のどれも証明されなかった。ケイトはエルビラの後女であると考えられ、サライ・ライザ・マークを生んだ。彼女は後に結婚し、サライ・ライザ・デイビスとして知られた。 ベンダー宅から回収された聖書にある書き込みに、基づいて、ジョン・ジュニアは、ジョン・ゲープ・ハルトとして生まれたと考えられたが、彼の身元の他の証拠は存在しない。ベンダー家の隣人の中には、ジョンとケイトは、兄弟ではなく、実際は夫婦であると主張する人もいた。1871年5月にジョーンズという名の、男の遺体が、頭蓋骨を潰され、喉を切られて、 ドラムクリークから発見された。ドラムクリークの所有者が犯人として疑われたが逮捕されなかった。1872年2月にジョーンズと同じ負傷のある二人の男の遺体が見つかった。1873年までにこの地域を通過した者が失踪する噂が広まり、旅行者らはトレールを避け始めた。地域はすでに馬泥棒どもと 圧巻度もで広く知られていて、自警団が、しばしば失踪の門で数人を逮捕したが、その後彼らは当局によって釈放された。疑いをかけられている多くの誠実な男らも、また、これらの自警団によって軍から追い出された。1872年冬に、ジョージ・ニュートン・ロングカーとその幼児の娘、メアリー・アンは、アイオアに落ち着くために、 カンザス州インディペンデンスを立ち去ったまま消息を絶った。1873年春にロングカーの元隣人ドクター、ウィリアム・ヘンリー・ヨークは彼らを探しに行き、トレール沿いのホームステッド法による自衛農地の所有者らに彼らの行方について質問した。ドクター・ヨークはカンザス州フォートスコットに到着し、そして3月9日にインディペンデンスへの帰途に着いたまま消息を絶った。 ドクター・ヨークには、フォート・スコット在住のエド・ヨーク大佐と、インディペンデンス選出の州議会上院議員のアリグザンダー・エイム・ヨークという二人の兄弟がおり、二人とも、ウィリアムの旅行の計画を知っていた。ドクター・ヨークの徹底的な捜索が始まり、ヨーク大佐は、約50人の一団を率いて、トレイルのすべての旅行者に質問し、地域のすべてのホームステッド法による、 自営農地の所有者を訪問した。1873年3月28日に、ヨーク大佐は、ミスター・ジョンソンという人物と共に、ベンダー家の宿に到着した。ヨーク大佐は一家に、自分の兄が行方不明になったと説明し、兄を見たかどうか尋ねた。彼らは、ドクター・ヨークが自分たちのところに泊まったことを認め、彼がインディアンとトラブルを起こした可能性を示唆した。 ヨーク大佐は、それはあり得ると同意し、夕食のために留まった。4月3日に、ヨーク大佐は、ある女が、エルビラ・ベンダーに、ナイフで脅されて宿屋から逃げたと知らされ、武装した男らと共に宿に戻ってきた。申し立てによると、エルビラは、英語を理解できなかったとされたが、一方で、ベンダー家の若者たちは、その主張を否定した。ヨーク大佐が、女性の主張を繰り返すと、 エルビラは激怒し、その女はコーヒーに呪いをかけた魔女だと言い、男らに立ち去るように命じた。また、この時、彼女の英語感覚が噂よりも断然良いことが初めて明らかとなった。ヨーク大佐は宿から立ち去る前にケイト・ベンダーから翌日一人で戻ってくるよう頼まれた。そして、彼女は千里が能力を用いて、ヨーク大佐の兄弟を探すのを手伝おうとした。 ヨーク大佐の同行者らは、ベンダー家の人々と隣のローチ家は罪を犯していると確信し、彼ら全員を首吊りにしたかったが、ヨークは証拠を見つけねばならないと主張した。ほぼ同じ頃、近隣の複数のコミュニティが、お政治コミュニティに、失踪の責任があると非難し始め、ハーモニーグローブの校舎での会合がお政治、タウンシップによって手配された。 会合には75人の地元住民が出席し、その中には、ヨーク大佐とジョンシニアとジョンジュニアもいた。ドクターヨークの失踪を含めて、これらの失踪を議論した後、ビッグ、ヒルクリークとドラムクリークとの間のすべてのホームステッド法による自衛の地の所有者を捜索をする捜索令状を入手することが同意された。数週間前のヨーク大佐の訪問以降、 ベンダー家に強い疑いが持たれたにもかかわらず、誰も彼らを監視しなかったため、彼らの逃亡の発覚が遅れた。墓掘りが始まった、翌日のベンダー宿タウンシップの会合の3日後、ビリー・トールが家畜を買って、ベンダー家の所有地のそばを通過した時、ベンダー家の宿屋が放棄され、農場の動物らに餌が与えられていないことに気づいた。トールは、この事実を、 タウンシップの受託者に報告したが、悪天候のため放棄された所有地の捜索は数日後に実施された。タウンシップの受託者は有志を呼び求め、数百人がヨーク大佐を含む捜索隊の結成に加わった。捜索隊が宿屋に到着した時、中に食料や衣服、個人財産はなかった。悪臭に気づき、それをたどっていくと、ベッドの下の 釘で打ち付け閉めた罠扉に行き着いた。罠を開けると、その下には、深さ6フィート、上は7フィート四方、下は3フィート四方の空室があって、床には血が固まっていた。石板の床は大型ハンマーで粉砕されたが、遺体は発見されず、匂いは土に染み込んだ力のものであると断定された。男らはそれから小屋を物理的に持ち上げ、 その下を掘れるように横に移動させたが、遺体は見つからなかった。彼らは金属の棒で小屋の周りの地面を、特に野菜畑と果樹園のかき乱された土壌を深く探り始めた。その晩、遅く、その場所の地面のすぐ下に、顔を下に向けた状態のドクターヨークの遺体が見つかった。求む棒作業は真夜中まで続き、さらに疑わしい墓9つに印をつけた後、 男らはすべて見つけ尽くしたと確信し、就寝した。翌朝、屈作が再開され、さらに8人の遺体が墓9つのうち7つから見つかり、1人は多数の体の一部とともに井戸から見つかった。1人を除くすべては頭をハンマーで打ちつぶされ、喉を切られていた上に、すべてが下品にも切断されていたと新聞に報道された。若い娘の遺体が見つかったが、 致命傷はなかった。彼女は考察されたか、または生き埋めにされたかのいずれかと推測された。カンザスのある新聞によれば、ベンダー家の友人であるブロックマンという人物は、見物人に混じっていたところを、遺体を発見して激怒していた群衆によって、宿屋の梁から首を吊られて、意識不明になり、意識を取り戻し、知っていることについて質問され、それからまた首を吊られた。 三回目の首吊りの後、群衆から解放されたブロックマンは、酔った、あるいは混乱した人のようによろめく足取りで自宅に帰った。カトリックの祈祷書が自宅から見つかったが、その中にドイツ語で書かれた複数の手紙があり、後に翻訳された。文面は次の通りである。ヨハン・ラベンダー。1848年7月30日生まれ。 ヨハン・ゲブハルトは18年7月1日にアメリカに来た大きな虐殺の日1月8日そして地獄出発した。暴殺事件の噂はすぐに広がり3000人を超える人々が現場に詰めかけ中には遠く離れたニューヨークとシカゴからの記者もいた。ベンダーの小屋は何でも取るお土産下流路によって破壊されたがその中には穴蔵を裏打ちしたレンガと 井戸を裏打ちしている石も含まれたドクター・ヨークの兄弟であるアリグザンダー・ヨーク州上院議員はベンダー家の逮捕に対して1000ドルの検証金を出した。5月17日にカンザス州知事トマス・エオズボーンは4人全員の逮捕に2000ドルの検証金を出した。旅行客がベンダー家の宿に泊まり朝食を取ろうとすると宿主は旅行客を穴蔵に通じる。 罠扉の上に位置する名誉席に座らせたであろうことが推測されている。犠牲者にカーテンに背を向けさせて、ケイトは旅行客の注意をそらしたであろうし、ジョン・ベンダーかその息子がカーテンの後ろから出てきて、旅行客の頭蓋骨の右側頭部をハンマーで殴ったとされている。犠牲者の喉は死亡を確実にするために女らの一人によって切られた。遺体はそれから、 バナ扉から落とされた。体は一旦穴らの中に入れられ、服を脱がされ、後に土地のどこかに、しばしば果樹園に埋められた。被害者の中には裕福な者も,もいれば、ほとんど貴重品を身につけていない者も,もいたが、ベンダー家の人々は彼らを全くのスリル目的で殺害していたと推測された。ベンダーの宿に泊まり、何とかして殺害されないうちに逃れた人々の証言は、 ベンダー家の人々の手口と推定されるものを立証するようであった。生存者の一人であるウィリアム・ピッカリングは、シミがあったから馬車の布のそばに座るのを断ったら、ケイトにナイフで脅されたと証言した。あるカトリックの聖職者は、ベンダー家の男らの一人が大きなハンマーを隠しているのを見て、気分を返し、速やかに立ち去った、と主張した。 ケイトの超能力を体験するために宿屋に来た二人の男は夕食のために居続けたが布の隣のテーブルに着くのを断りその代わりに店の中央のカウンターで食事をする方を選んだケイトはその時彼らを口にたなく罵り少し後に布の陰からベンダーの二人の男が姿を現したこの時点で客たちは不安を感じ始め立ち去ることに決めたが この決断によって命拾いした。12を超える弾痕が小屋の屋根と複数の側面に見つかった。メディアは犠牲者の中にはハンマーで殴打された後、反撃しようとした人々もいたと推測した。刑事らは、カンザス州ヤーの市境のすぐ、外、宿屋の北12ミに,に、足の不自由な馬の一頭と共に飢え死にしそうな、馬たちと共に放棄されていた状態の、 ベンダー家の馬車を発見した。また、セイヤーでは、一家が、カンザス州、ハンボルト行きのレブンワース、ローレンス、ガルベストン鉄道の切符を買っていたことが確認された。カンザス州シャヌートで、ジョン・ジュニアとケイトは、列車から降り、デニソン近くのレッドリバー群の終着駅までの、ミズーリー・カンザス・テキサス鉄道の列車に乗り込んだ。そこから、彼らは、 テキサスとニューメキシコの間の境地域にあると考えられた武法者のコロニーに旅行した。この地域で無法者らを追っている保安官がしばしば決して戻ってこなかったから彼らは追跡されていなかった。一人の刑事は後に自分は二人組を境まで追跡した。そこで自分はジョン・ジュニアが脳卒中で死亡していたことを知ったと主張した。ジョン・シニアとエルバイラは ハンボルトで列車から降りたのではなく、北のミズーリ州カンザスシティに進み続け、そこで彼らはミズーリ州セントルイス行きの切符を購入したと考えられている。ベンダー家の人々を探すために、いくつかの時計団が結成された。多くの話では、ある時計団がベンダー家の人々を実際に捕らえ、全員を撃ったが、系とは生き埋めにされたという。また別の時計団は、 ベンダー家の人々を捕らえてリンチし、バーディグリス側に投げ捨てたと主張した。さらに別の時計団は銃撃戦の中でベンダー家の人々を殺害し、遺体を平原に埋めたと主張した。しかしながら、どれも3000ドルの検証金の権利を主張しなかった。ベンダー家の逃亡の話は広がり、捜索は次の50年間、断続的に続いた。しばしば一緒に旅行している二人の女性は、 ケイトととその母親であると言って非難された。1884年にジョン・フリッキンガーがミシガン湖で自殺を遂げたと報告された。また1884年にジョン・シニアの特徴と一致する中年の男がアイバホサーモンで実行された暴殺の容疑でモンタナで逮捕されたが、そこでは犠牲者は頭をハンマーで殴られて殺害されていた。 身元の確認を求めるメッセージがチェリーベールに送られたが、容疑者は足枷から逃れるために足を切断し、出血死した。チェリーベールから代理が到着する時までに、腐敗のために身元の確認は不可能であった。身元の確認がないにもかかわらず、男の頭蓋骨は1920年に禁止法がその閉鎖を強いるまで展示され、そして頭蓋骨は所在不明となった。 ジョン・フリッキンガーが本当にジョン・ベンダーであったかどうかは不明である。遺体の発見の数週間後、ベーカー家の隣人であるアディソン・ローチとその義理の息子、ウィリアム・バックストンが重犯として逮捕された。悪い評判の合わせて12人の男が、ブロックマンを含めて逮捕されることになる。全員が犠牲者の盗品の処分に自刑団の一員ミット・チェリーと共に関わっており、男の妻に彼は イリノイ州の目的地に無事到着したと知らせた。ブロックマンは23年後に自分の娘の強姦及び暴殺の容疑で再逮捕された。1889年10月31日には、その数週間前にミシガン州ナイルズでミセス・アルミラ・モンローという人物とミセス・サライライザ・デイビスが窃盗の容疑で逮捕されていた。彼女らは無罪とされた後釈放され、 その時直ちにベンダーの複数の暴殺の容疑で再逮捕された。ピッツバーグディスパッチによれば、ベンダーの犠牲者の一人の娘、ミセス・フランシス・イー・マッキャンが彼女らを追い詰めた後、この二人組を当局に報告した。ミセス・マッキャンの話は、彼女が父親の暴殺の夢を見たことに由来したが、彼女はサライライザとそれを議論した。二人の女性の身元は後に、 一枚の鉄板写真から二人のお政治タウンシップの証人らによって確認された。10月半ばに保安官代理でお政治タウンシップの受託者であるデロイディックがミシガンに到着し、彼女らの窃盗罪での釈放に続いて10月30日に二人組を逮捕した。ミセスモンローは、 自分は生け取りにされるつもりはないと抗言して抵抗したが地元の保安官代理によって沈められた。ミセス・デイビスはミセス・モンローはエルバイラである。彼女自身はケイトではなく姉妹サラであると主張した。彼女は後にそういう趣旨の先生供述書に署名したが、その一方でモンローは身元を否定し続け、今度はサラ・エリザを本物のケイトベンバーであると非難した。 保安官代理ディックは、ミセス・マッキャンと共に、二人組をカンザス州を水ー後まで護衛したが、13人、委員会のうち7人が身元を確認し、彼女らを後半に付した。ミセス・モンローのもう一人の娘メアリー・ガーディーは後に、自分の母親は、アルミラ・マークスの名前で、義理の娘エミリー・マークの子殺で1872年に、デトロイト共生院で2年間の刑期を務めたと、 主張している先生教術書を提出した。東獄の記録がこの先生教術書を立証した。聴聞でミセスモンローはシアラーを知っていることあるいは古殺の角を否定し娘と一緒に投獄された。後半は当初1890年2月に予定されていたが5月に延期された。ミセスモンローは今や自分が1872年に ミスタシアラーという人と結婚したことを認め、自分の名前が当時シアラーであったこと、自分が誤殺で有罪判決を受けていたことを裁判所に知られたくなかったから、以前はそれを否定したと主張した。彼らの弁護士もまた、ミセス・デイビスが1872年に結婚したということを示す婚姻証明書を提出したが、その年に暴殺事件のいくつかが実行された。 ミセスモンローがマベンダーであるという目撃者証言がなされた。裁判官カルビンはマリー・ガーディの先生供述書を彼女は親にそっくりな子であるとして退けた。彼はガーディを支持している他の複数の先生供述書がこれらの女性が有罪判決を受けたはずがないことの十分な証拠であるとして彼は二人とも釈放した。 先生教術書その他の書類がラベット軍のファイルからなくなっているため、それ以上の調査は不可能である。多くの調査者は先生教術書が申請であると即座に承認されたことを疑っているし、軍は二人の女が延長期間中、食事をさせる費用を認める気がないということをほのめかしている。二人の女性は彼女らの被告人側弁護士が認めたように、 確かに犯罪者で嘘つきであったが、その一方で、容疑は弱かったし、多くの人が彼女らのベンダー家の人々としての身元を疑った。見つかった複数の遺体と一致しない、回収された体の一部を含めれば、発見物は20人を超える犠牲者の遺物を示していると推定されている。ただし以下は、例外とする、すなわち、マッケンジーとヨーク、彼らはインディペンデンスに埋められた。 ロングコー家の人々、彼らはモンゴメリー軍に埋められた。そしてマックロッティー、彼はカンザス州パーソンズに埋められ、残りの遺体はどれも要求されず、そして彼らはベンダーの果樹園の北東を1マイルの小さな丘のふもとに再埋葬されたし、その地点の数個のうち一つはベンダーズマウンズとして知られる。小屋の創作で3点のハンマーが回収された靴のハンマー。 釘抜きハンマー、およびいくつかの頭蓋骨のギザギザと一致するように見える、大型ハンマー。これらのハンマーは、1967年に、ベンダーの財産の創作の先頭に立った、お世辞タウンシップの受託者レロイディックの息子によって、ベンダー博物館に与えられた。これらのハンマーは、1967年から1978年まで、カンザス州、 チェリーベールのベンダー博物館で展示されていたが、1978年にその敷地は消防署が取得した。博物館を移転させようする試みがなされた時、一部の地元の住民がベンダー暴殺事件で町が知られていることに反対してそれは論争点となった。ベンダー家の人工遺物は結局チェリーベール博物館に与えられ、 そこの壁に埋め込まれた陳列ケースの中にある。4インチの刀身のあるナイフ1点が報じられるところによれば、ベンダータクのマントルクロックの中に隠されているのをヨーク大佐が見つけた。1923年に、それはヨークの妻がカンザス歴史博物館に寄贈したが展示されていない。刀身にまだ赤茶色のシミを帯びていて、それは請求次第見ることができる。 ベンダー家の人々の犯罪を説明している歴史的標識は、ジェリーベールの北の国道400号線と国道169号線のジャンクションの急速地域にある。ローラ・インガルスワイルダーは、著作や講演でベンダー家に言及しており、次女大草原の小さな家に登場するインガルス家は、インディペンデンスの近隣に住んでいるという設定である。1937年に、 彼女はブックフェアで講演し、それは後に1978年10月のサタデイイブニングポストに1988年の書籍リスト・オブ・リトルハウス・オン・ザ・プレーリー・ブックスに収録され印刷された。彼女は共同体に広がっている暴殺事件の噂を詳しく話しただけでなく宿屋に立ち寄ったとも話した。彼女は自分の父、パ・インガルスこと、 チャールズ・フィリップ・インガルスが時系団の一員としてベイカー家を捜索した時のことを話しており、そういう時、パは常に奇妙なきっぱりした口調で彼らは決して見つからないだろうと言った。彼らは決して見つからなかったし、後に私はなぜそうなのか、私なりのその理由を形作った中には、ローラの一家が地域から立ち去った時彼女がわずか4歳であったとか、 インガルス家の人々が立ち去った2年後、1873年にベンダー家の人々の正体が暴かれたといった話を疑問視する者もいる。ありがとうございます。